そう、君へのプレゼント、よければ受け取ってほしい。そろそろ休憩しない？思ったよりも強いようだな。もう十分だ。それとも俺の宮殿を壊すつもりか？いいでしょう。終わりにします。
彼女を傷つけはしません。ただ降臨の儀式で何かあっては困りますので。彼女を見張れ。この部屋には誰も入れるな。安全のためだ。威勢がいいな。シーラン教に歯向かう奴を見るのは久しぶりだ。あいつを怒らせることができただけでも十分だ。勝ち負けなど関係ないだろう。氷潮がこの大陸を蝕み続けている。魔法塔でさえお手上げの状態だ。いろいろと策を講じてきたが、どれも失敗に終わった。だがある時、最強の魔術師であるシーラン教が特殊な解決法を見つけたんだ。それは降臨の儀式と呼ばれる魔法陣で、この大陸の人間を無人の世界に送り込むことができる。お前は俺たちが探し当てた魔法陣の生贄だ。
確かにその通りかもな。じゃあ蝶の天敵や凄腕のハンターを知っていたらぜひ紹介してくれないか。火を吹くカエルも知り合いにいるのか？この前も今のように腹を割って話してくれれば、俺はお前を救ったかもしれないのにな。陛下、ご冗談を。彼女の内なる力は特別です。他の方法を探るなど、不測の事態を起こしかねません。今回の失敗は許されないのです。おいおい、シーラン卿がまたごちゃごちゃ言い出したぞ。ま、お前を生贄にすると決めたのもこいつだしな。そうだな。俺がシーラン教の提案に乗ったのは事実だ。イエスイの皇帝として、俺には民の命を守る責任がある。だが、お前に人生最後の数日を楽しく過ごして欲しかったことも、また事実だ。そうは言わないが、忠告はしておく。お前が魔術に似た力を持っていることは、すでに皆が知っている。シーランがお前をここに閉じ込めているのはお前のことを疑っているからだ。おそらくここには魔術を制限する力が仕掛けられているはずだ。ここにある花はすべてシーランが召喚したもの。見ろ、見るからに痛そうなトゲが生えている。下手な真似をすればどうなるか想像つくだろ。
すまない。君たちは下がっていいよ。シーラン様のご指示で来たのかしら。おかしいわね。もうここには来ないと思っていたけど。でも、これも私の役目なんだ。気がついた？今のうちに何か食べておいた方がいい。朝になったら私もここを出なければならないから。
君は外の世界の人間だ。本当はこの世界のことに巻き込まれるべきじゃないんだ。夜明けまではこの部屋を好きに使うといい。痕跡はすべて私が消しておくから安心して。それはできない。君をこの世界に呼び出す術はとても大変だったんだ。それ相応の対価も払った。ロタチ様、祭司の間から物音がしたので確認に参りました。異常はない。下がりなさい。よい。我々は反乱軍です。白銀の騎士の命を受け、
あなたを助けに参りました。あなたが生贄になる必要はございません。彼女に助けなど必要ない。